小野です。堺です。さあ、行きましょうか。YouTube コメント欄から質問いただきました。オルゲーゼの陶詩を描いた時に、頭、首、胸の奥行きを表現できていないと言われました。はい、詳しく問い詰めたところ、それぞれの回り込みができていないそうです。回り込みって何ですかまた、頭、首、胸で分けたらバラバラの石膏になると思うのですが、 多分一つの石膏だと意識しすぎて平面的になったのだと思います。その辺のバランスについてもお願いします。うん。なるほどね。バラバラの石膏になるっていうのは、と頭というパーツ、首というパーツ、<首>胸というパーツ、<laughs> それぞれ別々と考えられるぞっていうことなんですかね。 はい、と思うのですが、うん、自分は1つの石膏だと意識してたってことなのかなので平面的になってしまったババラバラで考えるのかなまあでも首って例えば簡単な形に置き,置き換えたら円柱だなとか、はい、頭ってまあ卵みたいな形だなとか、はい、まあそんなことは考えますねうん、うん、胸ってなんかちょっと厚みのある板みたいだなとか箱みたいだなとか。 そんなことは考えますね回り込みってでも僕もすごい悩んだんですよ受験生の時にお前は回り込みが描けてない、うん、やっぱりずっと言われてて、うん、回り込みって何どうすれば描けるんだろうっていうのがちょっと分かんなくて分 <laughs> かんないですね、うん、なんかそのお前の絵は平面的なんだよ回り込みが全然描けてないやんもっと見ろよ何を、うん <laughs> なんかねやっぱり今は、うん、多分当時の絵を見たら平面的だなって思うんですけど、うんうん、その当時はわかんないんですよねそのつまり自分の絵が平面的なのか、うんうん、ある程度立体的なのか実際は平面で、うん、じゃないですか絵っていうのは、うん、だからこれ立体が出てるのか出てないのか足りないのか、うん、この絵はどうなのかっていうのが、うんえっと、自分で分で ちゃんと判断できなかったんですよね,でですねで君のは回り込みが弱い、まあ、つまり平坦だねと言われて、はい、まそう言われればそうかなとぐらいの感じで思ってて、うん、でもじゃあ回り込みってどうすれば出るんですかというふうにはずっとやっぱ悩んでてその具体的にその最後のこう側面っていうか、ねうん、自分の正面に対して側面っていうのがあると思うんですけど。うん 最後の側面を輪郭の近辺の面ですね、うん、そういうのを単純にこするとか、はいね、そういうことでやってる絵が多かったのでそういうことかななんて思ってちょっとやったりしたんだけど、まあ、半分合ってるような感じだしでも必ずしもそれで全て解決するわけでもなかったんですよね、うん、やってみたら擦りすぎだよとかそういうのもあるし。うんうん でもじゃあどうするんですかって言って例えばこするの代わりに5エッジとか硬い鉛筆持ってきてガーって線をいっぱい引くと側面っぽくなるのかとか、うん、そういうなんかすごく凝った仕事をすることで、うん、その距離とか凝縮した奥行き感とか出るのかなってある時期を思ってて、うん、すごいこういろいろ紙を潰してみたりとか、うん、あれこれやってた時期がありましたね。うんうんで だだんだんまあそういろいろ試行錯誤を経て、うん、そんなに何て言うのかな紙をガンガンに紙の目を潰していくとか、うん、力ずくでこするとかゴエッチみたいな硬い鉛筆を針のようなものをグッと線をいっぱい引くとか、うん、そういう何て言うのかなこう、うん、単純な作業をいっぱい入れるみたいな、うん、そういうことで解決することではなかったなっていうふうに、ん、後から そう思いましたね当時はなんかそういうなんかすごいこうそういうことなんじゃないかって思ってましたね誤解してましたね回り込みっていう言葉に対してそれを書く方法論が存在してるって思ってたんですよ思ってましたねその言葉があるんで言葉がくくれるわけじゃないですか回り込みっていうことであるないとかねそれがほにゃほにゃっていう技法でカバーできるっていうそのカバーの方法を研究して するると、うん、いやーちょっとなんかいい時もあるんですけどね <laughs> あこれ、うん、いけてるいけてるみたいな瞬間もあるんだけど、うん、いやでもちょっとあれなんか全部に通用しませんねみたいな、うん、そうですねだから、うん、回り込み をやっぱよく言われて自分が回り込みに取り組んでた時にどんどんやっぱり絵が悪くなって、うん、はい気づいたはいいけどんかそのまあ指摘されてるのできっと自分は回り込みというその大きなハードルを超えられたらちゃんとうまくなるんだろうと思ってしっかりそれと向き合って回り込み攻略を日々やってたんだけど。 意識すればするほどその輪郭一周が似た表現になって<ー>回り込みってこうやるのかなっての同じ処理になってそれで余計になんか単調になるんですよね回り込みが。でなんか分からなくて、うん、その要するにこう頑張って取り組んでることが、うん、あの結果的に悪くなるっていう、うん、そういう悪循環に頑張れば頑張るほど, <laughs> るほど回り込みを気にすればするほど。<laughs> 回り込みが良くない絵になっていってまだ多分方法で解決しようとしてるからより観察から遠ざかったんだと思うんですよね見なくなっちゃったそれによって不自然な回り込みを処理によって作り出しちゃっててなんかすごい異様な絵になってたんですよね多分だから考えすぎっていう状態に陥っててそんな経験もあったので自分はその指導する上では 回り込みが弱いってまあ言わないですねもう使わないですねその言葉を <laughs> その自分その経験があるのでもう迷わせちゃね多くの人がこれで多分なんか迷宮に入るような気がしてああね回り込みという地球に帰ろうとしたら帰れなくなっちゃうっていうだからまあもうちょっと別の言い方で 例えば量感が弱いとか、うん、そのボリュームですねその、まうん、回り込みっていうのはこう輪郭近辺のことだってに聞こえるけどそうです、ね、もっとトータルとして輪郭だけの話じゃなくて、うん、輪郭近辺の仕事ももっと内側の仕事も全部ひっくるめて結果的に絵にボリューム感が感じられるか感じられないか、うん、量があるかないかって話はしますけど、うんうん、それその量がないとしたら、うん、そのどの辺が原因なのかっていうのは、うん あの別にこう輪郭近辺だけにリンあの理由があるわけじゃないのでそうなんですそう聞こえちなんですよ輪郭近辺さえ何とかすりゃ良くなるんじゃないかってうん、うん、だけど実際そうじゃないんですよねそうなんですよ、うん、先生もね口軽く回り込みが弱いとかって言ってますけど <laughs> 非難している <laughs> あのんていうかそのこう横の方じゃなくて。 こう例えば縦の方が弱いみたいなこの回り込んでる形じゃなく、うん、出ている側が弱ければ回り込みも弱いわけじゃないですか原核近辺じゃなくて中央部中央部とか絵の中ねそっち強くすれば解決することなのに、うん、お前ちょっと回り込み弱いぞみたいな、うん、えっ 弱いって、うん、その弱いって何だみたいな、うん、あの具体的に強いとか弱いって何だみたいなのが難しいいじゃないですか、うん、あの絵の中で、うん、例えば黒すぎるとか白すぎるは分かるんだけど、うん、弱いとか強いは何だろうみたいなその濃いことを強いって言って薄いことを弱いって言ってるのか。はい なんかそういううい場面もあると思うんですよ薄いデッサンに対して弱いとか、ねうんうん、ゴリゴリ濃いデッサンに対して強いという場合もあるので、うん、それのことだったらそう言った方がいいと思うんですよ。うん、濃いいいのがいいとか悪悪いとか、うん、薄いいいいとととかかか薄のがでも強いとか弱いはやっぱかなり分かんないんですよねデッサンの,そのアドバイスとしてよくあるけど、うんうん、だからまあ強いとか弱いを一切言葉として使わない方がいいって言ってるわけではないんだけど、うん、強いとか弱いを言った後に。 そのどういう意味でそれを言ったのか強いとか弱いをその単純に薄いから弱いっていう意味で言ったのかそれともえっと作業の量がすごい少ないから弱いって言ったのかなんかその作業の量が少ないよとか多いよは分かりますよねそのなんか何を指摘されたのかもっとこの手数では少なすぎるともっと手数を増やさないと無理って言われたらやっぱ手数を増やそうってなるんだけど。 弱い強いは本当にやりようがないんですよね<え>そのアドバイスとして、ねはい、だから、えー、でも結構そういうの多くて、うんうん、だから「君の絵は弱く感じる」とかその理由が何なのか <laughs> そのあんまり描いてないからかなとか <laughs> 単純に色が薄いからかなとかそこまでセットにしてくれたら <laughs>、うん、迷わないんだけどなと思うんだけどちょっとだから簡単な言葉に落とし込みすぎてますよね回 <laughs> り込み っていうのを支持する、うん、具体性がある言葉とやっぱりセットにして「うん、回り込みが弱いね」で終わらなければ、うん、その原因がきっとこれだと思うよという話をしてくれればそのここが濃すぎてここが薄すぎてとか、うん、こことここの明暗に差がないからとか、うん、あのそういうのだったらあのその行動に移せるんだけど、うん、回り込みが弱いね回り込みをもっとしっかりと。 <laughs> みたいなのだと、うん、本当に行動にどう移していいかわからないですよね。回り込みができてないぞってできる、うん、できないってなんだろうみたいないや,やろうとはしてるわけですからね,かね本人はだけど<ー>具体的に何をどうすればいいんでしょうかっていうことに対しては、うん、結構漠然と答えが返ってこないことが多いんですよねこういう予備校って、うん、美術の予備校って、まあ、それは君が考えろみたいな。うん なんかそれを解決するきっかけとか出来事とかってあったんですかその回り込み地獄から生還したああなるほど <laughs> うんとまあ要するにこう量が出ない、はい、割と平坦になってしまうっていう、うん、石膏デッサンが、はい、図形的にあってても平坦になって、うん、ボリューム感がないデッサンになってしまうっていうのに苦しんでる時期がやっぱりあって、うん えっと、やっぱりそういう苦しみから脱出した時っていうのは、うん、結局あれいろいろ試した結果、うん、あのそれを、うん、そ,そ,のそのことを気にしながら書くのをやめた時でしたね僕は <laughs> はいもういいやそれはって一通りやり尽くしたし <laughs> やり尽くしたもっと他のことを軸に書いていこうと <laughs> すやめたってすごいですね、はい、意外とそうなんですよ <laughs> そのだから 結果というんだけど <laughs> ああ先生の発したアドバイス、うん、その例えば回り込みとか、うん、そういうものを一生懸命あの、うん、受け止めてなんとかしようとしてた時にはずっと解決しなくて、うん、なんかずっとああでもないこうでもないやってるけど全く好転しないから、うん、で一通りいろいろやったし、うん、もう分かんないとどうしていいか。うんだから ちょっとそこから解放されて、うん、そのアドバイスからちょっとそれ保留して、はい、それもういいやと <laughs> 一旦保留 <laughs> はい、はい、一旦保留して <laughs>、はい、もうちょっと違うところで書こうと思って、うん、例えば明暗を軸に量とかちょっと置いといて、うん、明暗を正確に合わせていってみようかなとか<ー>、うん、そういうその観察の軸をちょっと自分のイメージできること<ー>明暗をちゃんと合わせろだったら、うん、とりあえずその悩まず。 迎えるるななと、うん、あのそれに挑めるなと実際できるかどうかわかんないけど、うん、何していいかわかんないってことはないじゃないですか、うんうん、とにかく明暗を比べて合わせようみたいなね、うん、そうするととりあえず悩んでる状況から脱出することができて、うん、まあそういうふうに一歩ちょっとそのもやもやした状態何していいかわかんないな何頑張っていいかわかんないなってなったとこから、うんえっと、ひたすら明暗を合わせようっていう一枚を書いてみよう。 ちょっとその見て書くにしても何を見るかを自分にとって明確にこれを見よう、うん、これだったら迷うことなく何すればいいか分かる、うん、っていうことに切り替えたら好転しましまたね <laughs>、はい、これ前も話したかもしれないんですけどそのしかもその明を移したっていう意識で書いた時にめちゃくちゃ褒められたんですよその先生に <laughs> で。しかもそのの褒められ方っていうのが 周りの人と全然別扱いされて<ー>この絵だけが良感を見てるって言われて、ね、<laughs> 見てないのに自分としては明暗写したんだけど <laughs> 見てないみんなはただ白黒を写してるだけだと <laughs>、うん、だからダメなんだと、うん、この絵は白黒を写してるだけじゃないぞと良、うん、感をちゃんと感じて描いてるって言われたんだけど、うん、僕白黒を写した感覚でやったら良 <laughs> 感出ちゃったんですよね <laughs> あだからすごいあこんなもんかっ,思ったの <laughs> あでも僕も、うん、あの人物でねこう人物デッサンしてて腕がこうボンと前にあると、うん、でこう回り込みがあるじゃないですかこう回り込んでるという、うん、ぐるっと、まあ、丸い形をしてるんでこれを描かなきゃいけないと思ってひたすらこうこうやって鉛筆をこう,うん、うん 回り込む回り込む回り込むって <laughs> やってたらすごいそれ全然腕見てねえだろうってえ見てますよって思ってうまいこといかなかったことがあってうん、うん、でそれを今度はそのまあ例えば服がある腕があるっつったらそこをこうパンパンと単にかき分けただけの状況になんかこうちょっと強弱あるなっていうのをちょ,ちょっとつけたらすごい褒められて。 僕なもししていいよよみたたのはありま確かにビタンってもう単なるもう一色で塗ってるだけなのにそこはグレー一色パーンと塗ってちょっと肘ちょこちょこと描いてこのこの骨のところちょろちょろっと描いておすげえすげえちゃんと描けてるって自分でも思うし先生も褒めてくれるというかですよねうんそうそうだから僕は結構このんこの この件だけじゃなくて、うん、受験時代とか、うん、それから大学生の、うん、学生時代の,、うん、その先生たちがいろいろアドバイスしてくれるんだけど、うん、なんか急激にドーンと褒められた時って何回かあって、うん、その時って全部そ,のそういうアドバイスちょっと置いといて <laughs> もういいややっちゃおうと思って勝手にやった時なんですよねあの全部そうなんですよ。気にしないもんみたいな。いいもみた あのもうやりたいようにやると思って怒られるかもしれないけどみたいな <laughs> ってやったらこれだよみたいな感じになって <laughs> っえーってなってぶっちゃけですねこれはもうん、かいかになんか美術ってものが何<ん>て言うか言葉に置き換わらないんだなっていう,そのそうアドバイスに置き換わらないんだなってすごいやっぱり実感して、うん、だからまあ自分が教える時も、うん、だからその自分の,その僕はアドバイスを与える側だけど、うん このアドバイスをとにかく正確に守ってくれっていうふうに、うん、僕の言った通りやってくれと、うん、いうふうにしないようにしててんそ,、ね、そのなんかいろいろ選択肢として提案をしていくけど、うん、あの自分でちょっとピンときたら拾ってくれと、うん、でなんかよく分かんなかったら流してくれという形で言ってるんですけど、うんうん、それはやっぱりそういう自分の受験時代の経験があるので。うん、その なんか先生が熱を持ってこういう例えば「回り込み」っていうのはあのすごく大事でってがんがん言えば言うほど回り込みという呪縛に結構生徒が悩んでそれで生徒が自分の目を使ってものを見たり、うん、自分の感覚であこうなってるなって感じたりっていう部分をどんどん停止させていって、うん、それで先生が言わんとしてることって何なんだろうっていうところだけに意識がいっちゃって。うん 自分の感覚が働かなない作品になるんですよねそれを見た先生が「この作品はつまんない」って多分言ってんだと思うんですよ <laughs> そ,のその人の感覚が停止してるから <laughs> お前が言ってるのに <laughs> その原因を作ってはいるんですけどね <laughs> 結果的にでもあの不本意なんですよね <laughs> 先生としては不本意で,いで、はい、だから案外そのなんかいい意味で、うん、なんかこう自分勝手なやつが下手受かったりとか、うん、なんか先生褒められたりとか、うん ってよよくあるんですよね美術そういうい世界だから、まあ、これよくそその本当生徒受験予備校生とかにはすごい言うんだけど、うん、やっぱりあの自分がどう思うかとかどう感じるかとか、うん、何に興味持つかとかそういう蛾の部分っていうのを全部捨てて、うん、先生の言う通りやって大学に入りますみたいな人は、うん、逆に成功しないよっていうそれがこの世界なので。うん なんかそのそういう種類の優等生になっちゃだめだと、うん、ちゃんと納得したことをやってほしいし、うん、納得できないことはそれは受け入れなくていいし、うん、自分のその我の部分っていうのをちゃんと大事にしながら、うん、あの何でも反抗するとかではなくて、うん、むしろそれは素直ってことですよねその納得したことを受け入れるけど、うん、よくわかんないことはわかんないでいいわけだから、うん、そのぐらい自分に正直に、うん、あのいていいというかそうでないといけない。 ってことを結構言いますねそうですね、うん、その、はい、まあその形の見方や物の見方っていうのはもう本当に人100人いたら100通りありますからねうん、うん、なんかこうジグソーパズルのこう組み立て方みたいなのを全部同じにできないじゃないですかピースの置き方一個一個に。やっぱりその、うん 何の絵に注目してるかによって置かれていく場所って変わっていくんで、うん、自分が何をやってるのかっていうのはその人の着目点にすごくこう集中してるというかピースの出来上がり方、うん、あここはこんな絵でなってるからこうできてるんだなっていう気づきが人によって違うんですよ、うん、場所場所が。うんうん っていうことは、その一個の絵を描くにしても、その注目している部分っていうのは百パーセント人それぞれ違うんで、うん。やっぱり、その先生の指示っていうのと、本人の行動っていうのは、乖離する場合が多々起きると、うん。いうことですよね。そうですね。で、しかも。うん、その先生が。うん、その、こうでなきゃならないと。うん、デッサンってのは、こうでなきゃならないとか、うん、平面の色使いってのは、こうでなきゃならないっていう。小さい、狭い価値観を強く生徒に。 うあの押し付けていくとあの受験って失敗しやすすいんですよねそれはすすごく思います、ね、それは大学の先生は絶対それ望まないので意外とその予備校の先生が、うんえっと、例えば色使いってのはこうあってほしいっていう理想があったとして、うん、そういうものと違うものをやってる人がいて、うん、いや色使いはそういうもんじゃないんだよなって予備校の先生は思ってるんだけど。うんうん えっと、その指示も聞かずに <laughs>、うん、勝手にやそういうのやっちゃった、うん、でそういう人が大学の先生にこれなんかもう面白いねみたいな感じで意 <laughs> 点ついて受かっちゃうとかよくあるんですよね <laughs> そういうことって。<laughs> うん、だからその子がなんか変に生真面目だと、うん、先生がそう言うならそうしますっつって、うん、どんどんそのただの先生のミニチュアコピーみたいな感じになっていっちゃうと <laughs> そうですね、はい、あのなんか。 大学の先生から見たときに全く魅力のない受験生になっちゃってもっとこうなんていうかな自由だったり、うん、弾けてたりしてて欲しい、うん、わけじゃないですか、うん、そうなんですよ、うん、だからあんまりその予備校の先生、まあ、指導する側の人が、うん、あの狭い価値観でやったら本当に良くないなって思いますね。 なんか考え方とか調書っていうのが押し込められないように解放してあげないとなんかつまらな,くつまらない受験生に移るだろうなってそうでいて先生は今年の閲つれはつまらないなとかって言っちゃったりしてその言っちゃうのはどっちの <laughs> 予備校の先生 まあそうですね、うん、だかなかなか難しいんですけどね <laughs> その予備校に行ってて何でもかんでも聞くなっていう話でもないんだけど耳をふさげって話じゃないで,すよではないんですけどやっぱりうまくその自分の考え方、うん、価値観そういうものも大事にしつつ、うん、まあ客観的な先生の話も取り入れたり。 流したり、流したり、よく言うスルースキル、大事ですよ、本当、皆さん,、うん。そう思いますね。回り込みができてない、なんですかって言われて、分かんなかったら、避ける、うん、まずそれでいいと思いますよ、で違う解決の方法で、形っていうのはあの出していけるんで、まずはそこからかなと。 できたら別の言い方をでもしてくれる先生理想的ですねある言い方が伝わらなかった時にじゃあ違う言い方しようみたいなそういうふうにしてくれたらまあなかなか正と思い生思いもう一回同じことを大きい声で言ってくる人って多いでしょだよ回り込め」ってさ「なんでできてないんだ!」回り込って言われちゃうと大きい声で言っても分かんないなって思うので。 言ったろっていうのはダメですよ。あの、できないことは人にありますからね。伝わらないこと。これ、誰に向けて放送してるんですかね。まあ、いろんな先生いるので、はい。まあ、あんまりその自分を追い詰めないようにした方がいいかなと思います。そうですね。あの、頑張っていきましょう。はい、そんなとこですかね。だいぶなかなか。はい、仕事したけど。 はい、あでもこれ今日、うん、同じ悩み多いと思うのでそうですね良かったと思いますいい話ができたと思います、はい、今日は以上になります、はい、それではまた次回ですそんじゃねさようなら